ンネル。DVM 人事部熊谷です。伊藤夏樹です。加本です。はい、そして本日のゲストは串間さんです。日本大学法学部卒業の串間達也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。串間さん、はい、どちらの内定をお持ちなんですか？一条工務店の内定をいただいてました。一条工務店って何してる会社なんですか？ハウスメーカーですね、はい、ハウスメーカーって何ですか？戸建てとかを販売してる、はい、会社なんですね。ですね。戸建てを販売っていうのはすでにある戸建てを販売してるんですか？それとも自分たちで作るんですか？自分で作って、はい、でそれを販売してるっていう形。なるほど、はい、一条工務店さんはハウスメーカーで、はい、認知度はそんな高くないけど結構でかい会社なんですよね。戸建て販売数が結構多い会社だと思います。なるほどね、はい、なんで受けようと思ったんですか？住宅系に最初興味があって、うん、で説明会に参加させていただいたので、うん、でも受けてみようかなと思いました。どんな選考フローだったんですか？最初にウェブテストがあって、その後に面接が3回ありました。選考の際に、はい、なんか動画を見て課題に対して回答するっていう選考があるって聞いたことがあるんですけど、はい、ありました？あったんですけど、その課題自体を僕はちょっと見落としてまして、面接で、わすいませんやってきてないですっていうのを素直に伝えました。課題提出漏れみたいな感じでも泣いてもらえたんですか？そうですね、課題見てきてもらったと思うんですけどっていうのを面接で言われて、で僕は知らなかったので、それを素直に。めちゃめちゃ焦りそうですよね。とんでもないことになりそうですよね。やっぱそれ聞いただけだと普通に落としそうですけど、それを上回る熱意と能力があったんですね。いえ、あ、そうですじゃあ、逆に言えば課題を見落としてた人も安心してくださいと、受かる可能性があるということですね。決して真似しちゃいけないやつですよね。そうそう、真似してはいけない。あえてやるのはちょっとっていうね、はい、ウェブテストを受けて面接3回やって、はい、面接ではどんなことを聞かれて、どんなことを答えたんですか？特徴的なものはあまりなくて、学生時代頑張ってきたこととか自己 PR とか、また志望理由を聞かれたので、でも志望理由では住宅系に興味があってってことを言って、でちょっと企業について調べたことを説明して、頑張ったことと自己 PR は部活を大学時代やっていたので、そのことについて話させていただきました。まあ、自分の PR は比較的皆さん得意だと思うんですけど、はい、その志望理由でいうと、はい、なんかどんな感じで答えたんですか？住宅ってやっぱりどの人にも関わってくるもので、多くの人に影響を与えるっていう意味で興味があるっていうのを話させていただきました。食品と一緒で必要不可欠なものなので、うん、そういったもので貢献したいっていうのを伝えました。なんか変わった質問とかあったりしました？いや、特になんか部活の話を結構聞かれたので、うん、もう素直に答えたっていう感じでした、うん、その自己 PR に関係するところで、はい、学生時代の一番輝いていた写真を提出するみたいな選考があるとか聞いたんですけど。あ、はい、あ、そうですね、それを面接の時に持ってきてくださいっていうのを指示されていたので、そこは部活の写真を持っていきました。どんな観点でこう一番輝いているっていうのをこう伝えたんですか？そうですね、その時持ってた写真が、一応サッカーをやっていたんですけど、そのマン・オブ・ザ・マッチっていう MVP みたいなのをいただいた時の写真で、まあ、その頑張りが報われた結果がその写真にで伝えられたと思います。あと、なんか工務店系というか、はい、その他のハウスメーカーと比べて一条工務店がなんかいいなって思ったところってどんなところですか？最初若手から大きな仕事をさせていただけるっていうのを説明会でも説明していたので、まあ、そういった若い年齢でもいろいろチャレンジできるっていうのが非常に魅力的だと思いました。それが他よりも強そうだったと、はい、じゃあ最後、学生に向けてなんか一条工務店に行きたいっていう学生が多いと思うので、はい、アドバイスお願いします。はい、まあ、自己 PR だったり頑張ってきたことっていうのを素直に、まあ、熱意を見せながら伝えれば大丈夫かなと思いますので、頑張ってください。ずっと緊張してる感じが最後まで取れない感じでしたけど、緊張しました、はいはい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。